核兵器の威嚇使用、こういったことは絶対あってはならない。核兵器の惨禍、これは二度と繰り返してはならない。こうした強い思いを改めて確認をいたします。エマニュエル大使に被爆地を訪問していただき、被爆の実相に触れてもらう、このことは国際社会に対して強いメッセージになると期待をしています。戦争であったり平和について関心がない人にも、どうやったら自分事として考えてもらえるのか、被爆者の高齢化によってだんだん伝えていく人が少なくなる中で、私たち若者が広島と長崎の現状を伝えていかなければ、核廃絶にへの道のりの長さと、そして難しさを、学んだというか実感しました。現在実際に戦争をしている国があって、駆り出されている人が私たちと同じ世代だったり、私たちの親世代であるということを、想像力を私たちは身につけていかなければならないな。ウクライナ情勢は核兵器のない世界を目指す上での道のりの険しさを改めて私たちに突きつけています。広島出身の総理大臣としても、この世界に向けてしっかり発信をしていかなければならない。今回の広島訪問、大変有意義なことであると思っています。